焦りますの対処法。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、今日質問いただきました。ちびにゃんさん、50歳女性。抑うつで会社を辞めて時間はたくさんあるのですが、なぜか焦ります。焦るのもゲームをしている時とか家事をしている時とかいろいろです。時間の制約はないはずなのですが、どうすれば落ち着きますか。メンタル疾患が良くなれば落ち着きますっていう部分もあるんですけども、焦りっていうのはですね、なかなか難しいんですね。一つはメンタル疾患の症状です。焦るっていうのは、あるいは我慢できないっていうのが焦るっていうのは、あるいは落ち着いて悠然と構えられない、イライラする、そわそわする、ついせいてしまう、何かやんないといけないというふうにせき立てられる、だから次これやんなきゃな、次これやんなきゃ、こういうふうになってくるともう精神症状ですね。うつっていうのは精神運動抑制って言って、意欲の低下とか何もしたくないっていう、こういう行動ができなくなってしまうという症状が一つあります。もう一つが精神運動興奮といって、そういうふうにイライラしたり不安になったり、じっとしていられなくなって動き回らないと落ち着かないというような、ある種の興奮症状っていうの両方があるんですね。同時に出る方もいますし、交互に出る方もいますし、日本人の場合は抑うつ型が多いんですけど、アメリカ人なんかの場合は不安型興奮型が多いですね。だから映画とかで見てすごいカリカリしてわーって怒鳴ったりですね、感情をバーンと相手にぶつけたりするような鬱の人もいるんですね、実はね。ということで、すごく焦っちゃうっていう場合はまだメンタル疾患が良くなっていないっていう可能性が一つあります。もう一つが、その病気が治らないから焦るっていうのもあって、とにかく病気のことを考えちゃうと、半年も通院してんのに良くなりませんっていう焦りもある。でもその焦りっていうのも実は病気の症状の一環として私は考えるべきなんじゃないかなと思います。なぜならば病気が治ったらそういう焦りっていうのも取り除かれてるから。重要なのは、焦れば焦るほど病気というのは治りづらくなるということです。なぜならば焦るということによってストレスになるから、焦れるということによって不安が強まってしまうから、ああどうしよう、早く病気を治さないと、ああどうしようって焦れば焦るほどそれが不安になって自分の足かせとなって、さらに病気が悪くなっていくっていう可能性もあるので、重要なのはね、このマインドフルネス的に考えると、ああ焦ってるな自分っていうふうに思ってください。そういう時は、ああちょっとイライラしてるな自分、ゲームしてる時もあれなんでこれ自分この焦ってんの、焦っちゃってるけどっていうふうに、自分で今の心理状態なんかを客観的に人から見てるような感じで把握するっていうのがいいと思いますね。ああ焦ってる自分がいて、ああ焦ってんだっていう、ただそれだけの話です。何かその焦ってることによって人を怒鳴りつけるような状態になっていたとしたら、それは困りますけども、ゲームや家事をして焦ってるということですから、焦ってるな、あまたちょっと病気の方も治ってないのかね、うん以上っていう形で自分自身をこう観察していけばいいと思うので、そんなに悲観するような症状でもございませんから、そのうち病状が良くなっていけば消えていくということなんで、焦らないで治療してほしいなと。焦ってしまって困りますという人に、焦らないでやってくださいって言うと難しいのかもしれませんけども、時間が経って叱るべき風になっていくと治っていくので、焦らないでのんびりと構えていただけたら自然と消えていくんじゃないかなと思います。今日の動画はいかがでしたか。あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。